体も健康で元気な生活が送れるよう、沖縄市報新聞記事専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾の今西めぐみです。本日も宜野湾市内にありますトロピカルビーチより放送しております。皆さんよろしくお願いします。番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聞くことができます。FM ギノワンのホームページや無料アプリリスンラジオでお聞きください。それではまずはじめにギノワン市からの情報をお届けします。FM ギノワンから健康情報番組イキイキライフをお届けしております。まずはじめに司法ギノワン健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。フランポロビクス教室参加者募集のお知らせです。トランポロビクスはミニトランポリンの上で行う有酸素運動のエアロビクスです。第1期の開催は8月10日、17日、24日、31日。毎週木曜日各4回、時間は19時から20時30分となっております。申し込みの期間は7月10日から7月14日の間となっております。場所は保健相談センターにて、講師は琉球大学医学部助教授小尻義秀、失礼しました、義彦博士に教えていただけます。定員は15名、宜野湾市民の優先枠が10名、宜野湾市以外の枠が5名となります。対象は20歳から74歳までの運動制限のない方、受講料は無料です。申し込み方法は電話または窓口となっております。お問い合わせは保健相談センター898-5583までお問い合わせください。続いて、特定健診のご案内です。宜野湾市では、宜野湾市民のための健診ガイドブックを発行しています。健診の項目や料金、該当の医療機関、集団健診の日程などをまとめた資料です。受診券または国民健康保険、非保険者証に同封されていますが、お手元にない場合は保健相談センター、もしくは国民健康保険課の窓口へお問い合わせください。次回の集団健診、特定健診、がん健診の日時、場所は7月22日土曜日、そして7月29日土曜日、両日とも宜野湾市役所にて行われます。ご予約はなるべく2週間前までにお申し込みください。申し込み先は保健相談センター898-5583までお願いいたします。続いて簡単ストレッチ筋トレ教室のご案内です。次回は7月21日金曜日、14時から15時、場所は保健相談センター。対象は宜野湾市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、エアロビクス、運動に関する講話などが行われます。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物。参加費は無料。事前の申し込みも不要となっておりますので、お気軽にご参加ください。
問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。 CM の後はゲストさんのコーナーです。プリマさん、ありがとうございます。ゲストさん、今日2人いらっしゃるんですが、1人映ってないかな。もうちょっと前に多分はい、そうですね。でマイク持っていただいて、スイッチオンになって、はい、ちょっとね、窓際なんで暑いんですよ。直射日光。緊張です。変な脇汗かいてます。ゲストさんのコーナーです。毎週健康に携わる素敵なゲストをお招きしております。本日のゲストは、沖縄赤十字血液センターよりお二人にお越しいただいております。ではお一人ずつ自己紹介でお願いいたします。こんにちは、血液センターから参りました、山里忠と申します。はい、よろしくお願いします。そしてこんにちは、沖縄県学生献血推進協議会の会長をしております沖縄大学福祉文化学科3年次の永田さんといいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、献血についての特集でお送りしたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、市民の皆さんにまず献血ってっていうところからですね教えていただきたいんですけども、献血って種類があるんですよね。うん、いろいろ。いろいろありますよね。はい、ね、はい、どんな。まずですね、はい、一般的に、献血バスとか、はい、献血ルームとかでもできるんですけども、うんうんうん、全血献血。全血献血、はい、というのはですね、まあ、400ml と200ml なんですけども、まあ、基本的には全ての血液を、成分全てをいただくというのが全血献血。はい。はい、で、他にですね、成分献血、はい、血液の中の結晶とか結晶板っていう成分だけを抽出していただくっていう方法があります、はい、なるほど、全血とその成分だけっていうパターンがあるんですね。はい、なるほど。その全血の方でも400とあと200と200 それより下っていうのはないんですか？ないです。うーん、そうなんですね。400も抜いちゃうとちょっとフラフラしそうなんですか？そうやって心配される方結構いらっしゃるんですけれども、ね、はい、事前にですね、血液検査を行いまして、うん、まあ、十分にですね、血液の濃さがありますという方に限って、うんうん、はい、ご協力をいただきますので。なるほど。ですね、だから貧血気味ですとかですね、うんうん、まあ、そういった方に関しては、はい、まあ、もうちょっとご飯食べてきてくださいっていう形でご遠慮いただくことがあります。その事前の検査で貧血気味かどうかが分かって、はい、そうですね、そっからになるんですか？そうですね。へえ、そうなんですね。なるほど。女性とかは結構できない方が多いです、うん、そこで引っかかっちゃう。私です。あ、はい、貧血気味なんで。あ、そうですね。そうなんですよ。普通のなんか健康診断でもちょっと貧血でフラフラになるみたいな。あ、そうなんですか。あ、じゃあ厳しいかもしれない、ね。厳しいかもしれない、ね。人にあげるゆとりをちょっと。ゆとりをちょっとね。そうですよね。何食べたらいいですか。やっぱ一番は肉ですね。肉ですか。お肉。はい。レバーとか。そうですね。レバーとか。まあでも一番はストレスのない、はい。自分としては睡眠とって、はい、で3食しっかり、はい、バランスの良い食事とるっていうのが一番ですね。うん、そうですね、はい、はい、気をつけますそのようにさせていただきますありがとうございます。でその集めた血液っていうのはどうなるんですか？はい、はい、ですね、まず
血液を検査を行うんですけれども、はい、検査自体はですね、九州にある、はい、あの九州ブロック血液センターというところ、福岡県にあるんですけれども、はい、そこで、まあ、あの血液型の判定であったり、あとは感染症にかかって血液ではないかとか、あ、なるほど、そういった形で使える血液かどうかっていうのをまず調べて、でそこで通った血液を、まあ、輸血用として使うことができるんですけれども、まあ、そのまま使うんではなくてですね、はい、あの沖縄県には製造所というところがあってですね、はい、血液も一応お薬の一部なんですよ。なるほど、はい、で、あの取らせていた血液をですね、あの例えば白血球除去って言ってですね、はい、白血球は使えないんです。え、そうなんですか。はい、あの赤血球だけとかですね、赤血球だけ、あの成分ごとに分けたりとかで、あの白血球を取り除いたりとかですね、はい、そういったことを行って、まあ、輸血用血液として使えるように、その製造所というところがあるんですけれども、まあ、そこであの血液を使えるようにして、そこから病院からの要請に対応する。その白血球を取るっていうのは、その人それぞれに白血球があるかな、はい、で、あのそうですね、あの白血球自体はあの免疫力になるんですけれども、その人だけの免疫になるんですよね。あ、そうかそうか。別の人にとっては有害なものでしかないんです、はい、なるほどなので取らないと、なので取って誰にでも対応できる血液にしてから。そうなんですね。でそこからその病院に行ったりとかっていうことなんですね。で、あのその検査するっていうことなんですけど、もしその血液から病気とか見つかった場合は本人に知らせるんですか。もちろん、あの知らせさせていただきまして、はい、あのまあ、早期の治療を始めた方がいいですよっていう知らせをしたりとかですね、はい、まあ、あと簡単なですね、あの血液検査の結果に関しては全ての人に、まあ、はい、あのご希望される方にお送りさせていただいて、はい、あの先ほど のちょっと貧血気味ですよとか分かったり、あとお酒飲みすぎてたらちょっと肝臓の肝が悪いですよっていう数値が出たりですね、はい、そういうのがあの一目で分かるような標語が送ることができます。へえ、そうなんですね。じゃあ献血は定期的になんか健康診断的に、そうですね、ね、はい、なりますよね。健康のバロメーターとしてあのご利用いただいている方も結構いらっしゃいますね。そうなんですね。ではですね、あのどんな方の役に立つんですか、その集まった血液っていうのは。はい、あの、はい、結構ですね、あのドラマとか、はい、あの映画の影響でですね、輸血ってどういうイメージがありますかって言ったら、交通事故で、うん、大量出血して、はいはい、輸血をするっていうイメージが結構一般の方あるみたいなんですけれども、はい、あの一番多いのがですね、がんの治療に、あの、はい、の際にですね、あの、まあ、輸血が必要になる方が結構いらっしゃってですね、その方の輸血用血液っていうのが大半を占めています。うーん、そうなんですね。他にあの血液を必要とされている方っていうのは、そうですね、あとはがんじゃなくてもあの血液の疾患だったりとか、はい、あの消化器系の病気だったりとかっていうところで使ったりとかもしますし、はい、あとあの妊娠分娩時にですね、大量出血を起こして、あの輸血をしなければならなくなる方っていうのも、まあ、そこまで数は多くないですけど、年間結構出てますね。この献血なんですけど、はい、年齢制限っていうのはあるんですか？ ありますね。はい。ですね、あの16歳から献血が可能になりまして、はい、で先ほどの 200ml 献血っていうのが16歳からになります。はい、で、400ml がですね、男性が17歳以上、女性が18歳以上から献血することができます。で一番上はですね、はい、69歳まで。そうなんですね。結構上まで、はい、実際に69歳の方もいらっしゃいますか。来ますね。あ、来ます、はい、もう今日で最後なんだよねっていう方も。あ、なんかもう卒業献血みたいな、じっとしちゃいましたね69歳までこう提供していただいて。そうですね、ねえ、ちょっと何か表彰したいなっていうなるんですけど
先ほどね、あの番組始まる前にもちょっとお話伺ってまして、あの何回も来られる方がいるっていうことで。そうなんですよ。ねえ、はい、もうあの雲寺の献血ルームではですね、はい、先ほどの成分献血っていうのがもう2週間に1回やることができて、まあ、年間24回ですね、はい、一番多くて、はい、でもう本当に2週間に1遍すごいですよね。年間24回やられる方がちょこちょこ年間24回ライフワークですよね。それないと落ち着かないというか、うん、あ、大難所いとこです。嘘。たまたま今1通りかかりました。びっくり。ちょっと話止まったんでどうしたのかなと思ったんですけど、うん、いとこは、いとこです。最近子供が生まれたり、そう、遊びに来たんでしょうか。ビーチから放送してるんでね、こんなこともあるんですよ、たまに。何の話でしたっけ。すいません。年間24回をね、通っていらっしゃる。一番多い方ではもう900回超えてて、もう1000回届くんじゃないかなって方がいらっしゃいますね。しかもその何回目に表彰されるとかね。そうですね、あの一番早いのだと10回目、10回目で10回、30回、あと50回、はい、節目があったり、あと100回をいくと、はい、またちょっとプラスで表彰させていただいたりとかですね、はい、やっぱりね、命に貢献していただいてるってありがたいですね。本当にありがたいですよね。皆さん来ていただいている方もいるということです。さて、大学のですね、はい、ボランティアさんにもお越しいただいてるんですけれども、ボランティアさんの活動ってどんなことをされてらっしゃるんですか？そうですね。主には同じ、あの私たちと同じ世代の若年層って呼ばれる10代、20代の、はい、若い人たちの献血者数が今減少傾向にあるので、はいはい、あのそれを食い止めて、あの、うん、ぜひ今度は10代、20代があの、はい、病気の人たちを助けるんだというような推進をしているボランティア団体になります、ね。そうなんですね。じゃあもう若い時から献血されてたんですか？まあですね、あ、自分は、はい、高校生の時の高校卒業献血っていうのがあるんですけど、ね、その時からやってます、ね、すごいですね。もうそんな機会があるっていうのはね、いいことですよね。じゃあそういったあのイベントごとだったりとかを企画したりするんですか？はい、そうです。スタッフさんっていうのは、はいはい、主に企画をして、それをすることによってあの、はい、発信、なんか情報とかいろんなことを発信していくっていうような活動をしていますね。なるほど。今後予定されているイベントはありますか？今後は、あの今度は小学生に向けてのキッズ献血っていうのを、どんな内容なんですか？そうですね、あの、まあ、まだ小学生なので献血することはできない、ね、ではないんですけど、あのな、この模擬献血って言って、はい、あのいろん、偽造で作った偽造で作った血液はちょっと怪しい。怪しいです。あの模擬で作った、あのちょっと色をつけただけのお水、血液バッグにですね、はい、あの血液っぽいものを作ってですね、はい、で、あの、まあ、針を刺す真似をして、でこれぐらい血液が取れるんだよみたいな感じで、あ、献血をした気分に、気分味わっていただいて、そうですね、だから貧血の方でもできますから、ね、うん、そうですね。でも大丈夫。そうですね、そのキッズ献血をすることによって、はい、子供たちから親御さんに献血しに行こうよって呼びかけるようなことも狙いの一つとして行っています。それはいいですね。お家に帰ってから今日献血体験してきたよってね、いう話が家庭内であったらいいですね。他にはこれからどんなことをしたいなっていう展望だったりありますか？うん、どういった方に献血を広めていきたいですか？そうですね、あのやっぱりあの献血って、うん、あの一度断られたりするともうできないからってやらんっていう人が結構いるので、はい、特に自分の周りの友達も、はい、あの大学に時々学内献血って言って献血バスが来て献血を行うことがあるんですが、はい、その時に一緒に献血しに行こうよって言っても、俺断られたからやらんって言ってる子たちも結構いるので、
ので、はい、そういった人たちのこのまたやる気をなんか復活させるような取り組みをしていけたらいいなっていう、ね、いい感じに巻き込んでいけたらいいですね。はい、頑張ってください。はい、コメントいただいてます。シプリーマさんから、夏場の献血って少なくなるらしいですね。そうなんですか？そうなんですよ。あ、夏場、なんで少なくなるんですか？ね、てか、はい、自分が協力したいのですが、献血で気絶したことがあるチキンなものでってことでねそう、そういう体験があったらちょっと怖いなってなるんですよ。そうですね、うん、そう、夏場っていうのがですね、はい、季節の変わり目っていうのもあって、体調崩される方も結構、はい、夏バテとか、夏バテとか、ちょっと疲れ気味で、まあはい、献血ご協力できなかったりとかですね、あとは夏休みとかで長期にですね、はい、休暇を取られる方が多いものですから、一般企業に行ってもですね、いつも献血してくれてる方が、今日は夏休みいないとかですね、で、まあ、思うように、いつもの通りの献血がちょっとやりづらいような時期ではありますね。そうなんですね。でも献血って全国各地でやってるじゃないですか。そうですね。ね、夏休みで旅行行かれた人でもお先で、そうですね。そうですよ。で、していただけたらと思うんですが、沖縄の献血ができる場所、はい、はい、ご案内いただけますか。まずですね、はい、くもじの献血ルームですね、はい、これパレットくもじの、まあ、すぐ隣にですね、はい、くもじセントラルビルというビルがあるんですけど、はい、あとパレットくもじと琉球新報社ビル、はい、今建設中なんですけど、その間ぐらいにあるビルになりまして、そこの3階にあります。はい、くもじにあります。そこはもう毎日でも毎日やってますね。1月1日と5月5日、はい、この2日間だけはちょっと定休日になっています。そうなんですね。で、それ以外は毎日、はい、気をつけていただきます。毎日やっております。そしてあとは献血バス、献血バスですよね、はい、これに関してはですね、もう毎日行く場所が変わりますので、はい、ホームページとか、はい、あとラジオ、あと、まあ、こちらのラジオで紹介していただいているんですけども、あと新聞とかでも確認していただければ、はい、今日どこでやっているとかですね、はい、確認できると思います。なるほど。ちなみに今日なんですけれども、この後受付ができるのが那覇市の市役所、那覇市役所が17時まで5時まで行っております。現在北谷町のですね、沖縄職業能力開発促進センター、こちらの方も4時半までもう少しなんですけれども、はい、やっております。そして明日13日木曜日はまた那覇市内ですね、市役所でもね、9時半から17時まで長い時間帯やっていますので、はい、ぜひこちらに立ち寄っていただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、最後にリスナーさんに向けてメッセージをお願いいたしますはい、ですね、まあ、先ほど中田君まあ、話してたんですけれども、はい、まあ、若い人の献血者が減っていると、10代20代だけじゃなくて今30代も減っているっていう状況なんですけど、あ、そうなんですか。僕も30代なので、まあ、その同じ世代が減っているっていうのは結構ショックで、うん、はい、で、まあ、このままですね、この10代から30代の献血者数が増えないと、はい、もう輸血用血液の需要のピークっていうのが10年後ぐらいに来ると言われているんですよね、はいはい、その時は一番多くなるって言われているんですけれども、はい、それまでに献血者が今の状態が続いていくとですね、かなりの確率で献血者が足りなくなるのは目に見えてるんじゃないかな。それはちょっと危機的な状況ですね。結構深刻です。深刻ですね。はい、はい、もうぜひ冗談抜きで今日ね、ラジオをお聞きいただいた10代、20代、30代の皆さん、ぜひぜひご協力をお願いしたいなと。はい、本当にね、命を救うことなんで ね、もうぜひ参加していただきたいと思います。いつ何時ですね、皆さんの身の回りの大切な人が輸血を受けるかもしれないと、はい、思っていただいてですね、まあ、一言ではないですよということを、はい、考えていただければ。そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、そろそろ時間となってまいりました、また気になることがあればメール等で、お気軽にご連絡ください。それでは本日のお相手は FM 沖縄今西めぐみでした。ありがとうございました。最後キリキリでした。ありがとうございます。そこで演奏できなかったですね。